2023年のドバイワールドカップでいよいよ最後のレースを迎えます。第9レース第27回ドバイワールドカップ G1 ダート 2000m 戦、15頭の出走で行われます。日本勢が今年は半分を超える8頭出走です。日本馬が勝てば2011年ビクトワール・ピサ以来2頭目、当時はオールウェザーでした。ダートのドバイワールドカップ日本勢初制覇を期待される8頭、次々とゲートへと収まっています。すっかり日が落ちてカクテル光線にコースが照らされるメイラン競馬場、連勝中の1番アルジールスも入りました。6番エンブレムロード、2番のベンドゥーグ、クリストフ・スミヨン騎手とのコンビ収まりました。勢い止まらぬ14番シュバテソーロ川田騎手とのコンビ、世界にその名を大きく轟かせる逃げでサウジカップを制した9番パンサラッサ、そして11番サルートザソルジャー、吉田豊騎手を背にパンサラッサ収まりました。サウジアラビアドバイと連勝なるか、11番のサルートザソルジャーも入ったところ、エンブレムロード2番ゲート収まりました。ドバイワールドカップスタートしました。揃って出ました。スタンド前先行争い、パンサラッサ外から押して押して出ていこうとします。内からは2番レンドゥーグ、さらに10番ニモースと3頭、間から11番サルートザソルジャーも行きました。その後5番手に1番アルジールス、スタンド前から1コーナー中段インコース13番帝王ケインズが続いていって、7番ジオグリフ、8番ジュンライトボルトが続きます。1コーナーから2コーナー、10番ニモース、並んで10いく9番パンサラッサ、2頭並んで2コーナーから向こう正面です。1馬身後方2番ベンドゥーグ、そして11番サルートザソルジャー4番手、2馬身切れて1番アルジールス5番手外です。その後13番帝王ケインズ、4番カントリーグラマー中段外で、7番ジオグリフが行きました。12番スーパーコリント、その後6番エンブレムロードです。外からは3番カフェファラオ、間中段後方に15番ベラーズール、後方3頭8番ジュンライトボルト、5番クラウンプライド、14番ウシュバテソーロが一番後ろとなっています。残り 1000m を切ってまもなく3コーナー、先頭10番ディモース、そしてパンサラッサ2頭並んで先行の形、3コーナーカーブ、その後ろベンドゥーグ、4番手外にアルジールスが上がってきました。前が徐々に広がります。5番手インコースサルートザソルジャー、ベラーズール、カントリーグラマーが外からじわっと上がっていきました。その後ろにジオグリフ、後方からカフェファラオ、ウシバテソーロ、大外4コーナーをカーブして直線コースに出てきます。2番ベンドゥーグ、外から1番のアルジールスが並びに行く。残り400、この2頭の追い比べになりました。その後ろ2馬身ぐらい後ろ帝王ケインズ、外から14番のウシュバテソーロ、3番手から前の2頭を追っている。先頭は抜け出た1番アルジールス、外からウシュバテソーロが伸びてくる。その後ろには帝王ケインズ、捕らえたウシュバテソーロ、1馬身2馬身と差を広げていく。ウシュバテソーロだ、ウシュバテソーロやった、先頭ゴール。2番手接戦、1番アルジール最後追い込み、6番エンブレムロード、2番手は接戦です。8区の勢いドバイでも止まりませんでした。14番ウシュバテソーロ、またまたオルフェーブルの子供が世界のダートの頂を取りました。その背中には川田優雅騎手、道中は最高峰という位置取りだったんですが、徐々にポジションを上げて直線差し足、見事1番アルジールス、6番エンブレムロードが2着争いです。やりました、14番ウシュバテソーロ、川田優雅騎手、今馬の首筋をポンと撫でました。1996年たった1頭でこの中東に挑んだライブリマウントの果敢なるチャレンジから27年、ついにダートで
ドバイワールドカップ日本勢が制しました。歴史を作ったのはオルフェーブルのこの馬ウシュバテソーロ。後方から直線弾けるように伸びてきて、一番アルジールスが抜けれたところ、猛然と襲いかかってかわしきって突き抜けて、最後は2馬身3馬身と突き放しました。2着争いは1番アルジールスと6番エンブレムロード、その後帝王ケインズ4番手、14番ウシュバテソーロ、川田優雅騎手の手綱でドバイに新しい歴史を刻んでみせました。タイムは速報2分3秒25と上がっています。やりました、ウシュバテソーロ、ドバイワールドカップ確定までお待ちください。